さあブーメランの味をちょっと見に行きたいですね。そうだね。ブーメランブーメラン懐かしいな。ブーメランブーメランきっとあなたは戻ってくるだろう。おいたか。いや見当たらん。もう一度街の中を探す。そうしてくれ。あの明かりの数ずいぶん人を出してるよ。灯りが下げればデルカダールにはもう近づかないよ。あ、まず何村行くの。神殿じゃねえの。どっちから行くの。村か次でなんですかね。ねえ、だって村に行くぞって言ったもんね。さあ、敵さんはナプナーが密に行くんですね。うん、ほら、分かったか。お、ちょうどいいやん。で、ブーメランが火を吹きやったね。ブーメランっていいよね。おー、いいよ。いいダメージ。これでね、ほら人撫でて倒せるよ。ほんとっすね、うん、撫でるだけも。あ、スカラもう時すでに遅しじゃない。よいしょい、ね、よいしょい。あ、ダメなんだ。真っ赤じゃない、名前あ、もう、はい、もう死んでつか。いいね、すげえ効率いいね、ブーメラン。いいっすね。一家に一台、ブーメランやな。ブーメランと、うん、あ、ベビーパンサーだ。あ、おー、かわいい。芝子切り株お化けも言うよ。ほんでアイテムもあるやん。正面こいつからまず。よっしゃい。こいつといえば薬草を使ってくるの。ああ、ほんとやね。こいつから頭、誰を頭にすれば見れるんだ。すごい、これは嬉しいよ。お前まずお前な。うん、えい、クリジッパーって。うん、あれ、あ、かわいい。みんなに見されている。あ、すげえかわいいよ。こんなやつ俺は攻撃できない。あ、したい。めっちゃする。神はいいんですよ。神はいい。あ、そうだよ、はい。ベビーパンサー大きくなると強くなるの。すげえ。キラーパンサーですね。キラーパンサーですかね。あ、へえ。何もあったの。夢見の花。ちょっとかわいい。バケツも出るちっちゃいし、かわいい、かわいい、襲ってきたって。うん、いいね。よいしょい、強い、うん、効率いい。お、レベル上がった。いいや、こいつはどんなふうに神業。神業。あー、最終的にどの武器が強いか分からんから、まだこっちには振り分けれんな。うん、この辺の、あ、うん、盗む。あ、8ポイント。高いな。火炎切りはいける。けどこれは片手剣スキルか。そっか、今使えへんね。難しいな。まあでもこれを、後で。うん、あ、こっちだ。ナプナーガ、うん、ナプガーナ、ナプガーナだ、ナプガーナ。商人、なんかいるね、商人がね。うん、道具屋。ブーメラン。あ、さっきのブーメランと違う。おっと、足のブーメラン強い。めちゃ強い。これこれは欲しい。あんまり帽子。なるほど、なんかやられたね。やられましたねこれ、うん、なるほどね。これはやられたな。セーブ、まあオートセーブされましたよね。あ、そうだっけ。なんかパート出ましたよ、ね、本当か。とりあえず、うん、セーブできるとこまで。あ、何今勝手に使った。あ、なんかショートカット。へ、
まあ、でもホイ見つかっただけですよ。あ、木こりの小屋のところで、うん、セーブできそう。そこまで行こう。なんかおる。お、なんだ。いる。あの頃強かったスモークがいる。あ、ほんとや。よし。物理攻撃効くやん。はい、物理攻撃効く必要があるやつ。ほんとっすね。うん。よいしょー。あ、強いぞ。やっぱ強い。ねえ。あ、でも、すぐ。進化した。なるほど。打たれ弱いんですね。お、いいね。ヒヤッとしたわい。あ、スキルポイント3、うん、8になってんじゃない？勇者スキルをじゃあ。これ大事でしょ。あ、ゾーン突入率。これはいいんじゃない？コパーク。その次は何になるの？デイン。ワングループに稲妻。うん。ニフラム。ニフラム。あ、消すやつ。あれの場で消し去る。あんま機会でも経験値もらえなかったりするから、ね、ニフラムはね。なんだあれ、あいつなんか、いやっ、セブンにいたっけ、なんか、あ、お化けキノコ、うん、あ、弱い、大したことないですね、うん、あいつにでも甘い息されると、あ、寝ちゃう、コンボされますね、うん、あ、なんか、欲しい、さっきの悪魔みたいなやつだな、なんなんすかね、あれなんすかね、あれすかこれ、なんて名前だったっけな、あ、びっくりした、あ、そうそうそう、うん、いい、あ、弱っ、名前だけやん、誘う踊りとかしてくるんじゃないですか、そうなんや、その弱さにびっくり、昔からよく踊ってますわ、あいつは何かっつうと踊っとる、はい、お、なんかやってる、あ、消えた、あ、出てきた、よいしょー、あ、4も効いた、うん、どっちかっつうとスモークやねんな、よいしょ、いい、痛い、痛いね、確かなダメージがありますもんね、本当だね、あれ、わっと、まあ、ブーメランで、うん、わっとブーメランの流れ玉でやる、あ、うそ、あっす、そんな感じになる、倒しよう、ダメージはね、はい、結構食らったね、そうですね、うん、やだ、あ、なに、ナメクジ的なリップス、リップスか、戦ってみよう、うわ、気持ち悪い、この顎の部分がすごく気持ち悪い、ドラクエ6で仲間になったらしいです、え、そうなの、はい、なるなるよいしょ、強いの、いや、弱いです弱いです強いわけがないですよ無視していこうかな、よいしょ、めっちゃついてくる、わわわわわ、めっちゃついてくるよ、キャンプしよう、キャンプ、キャンプ、キャンプ、家もある、いいね、終わった、お、キャンプがちょうどいい、石の村がある、あ、オッケー、休んでいこう、うん、それにしてもデクの野郎一丁前に、あ、ちょっとセンチになってますね、本当だねん？ん？何だろう？お、いいものをやる。お、何？なんだ？お、錬金とかじゃない？あ、鍛冶台か！鍛冶台。素材を乗せて、品ハンマーでトンカン叩けば何度もびっくり。金属の剣はもちろん、木のブーメランになんと、うまくまで。え、すげえやん！すごいなぁ。あ、でかいな、意外と。ほんとやね。どうやって持ち歩いとった今。あ、今こそ、素材がいっぱい使えるんじゃない？そうっすね。レシピブック。バース聖堂の剣、聖なるナイフ作れるんだよ、ね、とかによくあるんですね、か、まあ、ググればしまいな気がします、あ、そうだね、聖堂の剣作ろう、武器を作る、うん、お、あるね、お手軽、あ、漬物よし、ここで使うんだ、なんかよかったね、
え、何これ。え、不思議な鍛冶は叩くで装備の 地金を鍛え仕上げるで完成の基本流れです、うん、地金を叩くと青いゲージ伸びていきます。緑色の成功ゲージ止めると、うん、いい結果が期待できるようになる。ああ、でも簡単なのかな叩く、ね、レベルアップ覚えてる。緑のゲージでどれぐらいの速さで食えるかわからんので、ね、ちょっと叩く、ね、叩く。ああ、タイミングとかじゃないんだ。ああ、なんだなんだ。ああ、そういうこと。え、何が減ってたのこれ。温度が減ってます、ね、消費集中力。あ、ほんとや、疲れるんですか。これ完璧。ほうほうほう。 OK。 特技とかもあるのこれね。お、緑いった。 OK ですね。なんか仕上げる、仕上げる。もうちょいなんか下をあれですよね、まっすぐに仕上げたいですね。行き過ぎるかな。行き過ぎてしまう可能性もなきにしもあらずだよねこれ。仕上げましょうか。うん。これで攻撃力変わったりするのもしかして。へえ。あ、成功か失敗か。あ、プラスプラスに。やっぱ攻撃力変わったりするんだ。打ち直しの方向く。ええ。何これ。素材から装備を作って成功すると打ち直しの宝玉が、宝珠が、うん、手に入ります。必要な数の打ち直しの宝珠があれば打ち直しで持っている装備品の出来の良さをアップ。失敗しても装備品がなくならず成功すると元の装備品。あ、めっちゃいいよ。めっちゃいいじゃないですか。え、だってリスクなしよ。リスクフリーよ。こらいいぞよ。ノーリスク入りターン。うん、これも作っとく。あ、でもブーメラン、うん、ブーメランを買いたい野心があるの俺には。そうやね。なるほどね。悪なき野心が。装備しちゃう、はい、装備しちゃう。火事がしてしまったらキャンプに行くと。うん、これはほんととっておきの一品やな。あ、ワンちゃん、ワンちゃん。うわ、強っ。クソ強かったね。プラス要素なんかトルネコの大冒険みたいな感じでね。ねえ、難しい。素材めっちゃ大事だね。おお、めっちゃ、あ、ここでどうのコース見てみよう。おお、カラバコもある。おお、え、なんかウロコ。まあ、ウロコなんかそういえば見つけんかった。見つけましたよ、ね、なんか今本棚もあったよ。ほらほら、これは作れるんじゃないですか。あ、小さなロコまたあった。ほら、あるね。これレシピブックか。え、ん、分かんないけど、なんだ。ちょっと作れるかどうか見てみる。そうですね。ロコ系強そうですね。鎧とか家事をする。家事をする。いやだよ。ウロコの盾いいっすね。クレミアだよ。上がる。でもその前にウロコの鎧をちょっと。おお、いいね。ほら、小さなウロコ2個使うから、こっちの方がいいでしょ。騙されるとこやったね。あー、ぶねー、あぶねー。下げられるとこやった。ひな臭いと思ったんですよ。いい感傷で。え、あ、いっぱい叩かなか。なるほど。これどういうことなのかな。はいはい、温度がどんどん減ってきますね。なんか減って、あ、一定以下になったらもう叩けなくなる。あー、なるほど。これもういいよね。ぽいですね、うん、光ればいいかな、なんか枠がちょびんって言えばいいんだろう、うん、本当はね、光ったね、枠が。おし、おー、いけないですか。仕上げましょうぞ。叩く順番とか多分あるんだ、テンプレが叩く。あー、なるほどね。なる気もするよね。メモリ真ん中、ジャストみたいな、うん、めっちゃいいんでしょ。おー、プラスに。大成功とかあるかな、じゃあ。かもね。ありそうやね。うん。あれ、ここ、あ、調べたね。うん。なんか犬がいます。犬とか。あ、ほんとや。なんだろう、懐いてきた。ほんとっすね、うん、かわいいやつめ。あ、なんか目がかわいい。ほんとだね。ね、目が吉さんっぽいよ。俺
男のつぶらな顔若干似とる気もするな。で、どこ行くやったっけ。なんかピンクの左下にあるやつ、ピンクリマーク。ほんならもうそのままだね。なんかあるもん、ほら。あ、ほんとだ。ほんとだ。何これ。その前なんか周りに何かない。ほんとだね。何かこう取り忘れてたらすげえ損した気分になるもんね。あ、ついてくるよ。あ、ほんとだ。かわいいやつね。何やら不思議な形をしたね、ニコミチの手のあざが反応してるようなしますか。すげえ。やるしかね。フリーパスや。フリーパス。ねえ。ファストパスみたいな感じ。そうだよね。お、ねえねえ。めっちゃ光るやん。え？ん？カッコン、カッ、カココン、カッコン、カココン、木を切るべえ。何の曲？ほらは森の恋人。森の恋人。よっちょれよっちょれよ。やべえやつですねこれ。え、なにこれ。なにやっちまった。橋が橋がぶっ壊れてる。昨日直したばかりの橋が真っ二つ。また一から直しだ。誰だべや、こんなひどいことするやつは。おお、じゃじゃーん。さすが菊池。菊池さんですよ。菊池さんか。菊池さんですよこれ。いたずらデビルの菊池です。自分の名前にいたずらつけるかね。せっかく壊した橋を直されてたまるか。これでもくらえ。いたずら変身ビーム。あ、目玉になっちゃえ。おっと、魔人ブーと同じです。あ、もしかして今の犬。ああ、そういうことか。だからつぶらな人、あ、ヨシさんもあれですもんね。そうね、犬に変えられたタッチ。そう、そうそうそう。そういうストーリーがあったんですか。ああいうディーブで。あ、いたずらデブルだ。ジャジャーン、菊池にやられたってことか。そうそう、今の体は。そうそうそう、そういうことよ。なるほど。さあ、てと次はどんな人でしょうかな。悪いやつですね。悪いやつやね。とっちめな感じですね。小猿みてえな。お、だから。うん。そういや、この宝箱空っぽだったの。しめしめ。それじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて、うん、まあじゃあその宝箱を開けてやっつけると、うん、なるほど。ミミック的な感じ。そういうことか。ね、あいつずっとその中におるってこと。一生おるんでしょ。ゲリキュラのやつよ。いたずらに命かけとんだ。なんだ本日お前、この光る根っこに何かしたのか。あ、一緒、神も一緒に見たんですね。そういうことか。すごいね、こうサイコメトリー能力みたいな。ほんとっすね。ええ、このワンコロが木こりのおっさんだってのか。やれやれ、ロー出てからおかしなことばかり起き上がる。うん、とりあえず、うん、橋を直す、橋をまず見てないですけど。あ、そうだね。まあ、要するに崩れとるんですよ ね。どこかで崩れとる。そういうことや。その近くに宝箱もきっとある。うん、そうだよ、ね。こんな感じか。探して来た道を戻るよと。怪しいところ。ああ、なるほどね。ほいほいほい、了解です。全然見当たらなかったよね、そんなの。ほんとっすね。うん、宝箱があろうもんなら井の一番に取りに行きそうなもん。そうっすね。ねえ、あの樽が多分、あ、またあるじゃないですか、こう。ああ、ほんとや。あのね、ピンクの方に行ける。なるほど、なるほどね。今ちょっとキャンプで。うん。あ、その前に、うん、実はですね、うん、はいはい、実はですね、はいはい、裏作業したんですよ。あ、マジで、はい、嘘。裏作業この短時間で。はい、コミチンといえば、うん、裏作業。裏作業ですよ。確かに。そうだよね。なので、うん、ちょっとデータを呼び起こしますね。はいはい。おう、はい、というわけで、うん、今の一瞬でですね、はいはい、多少ちょっとレベル上げをしたのと、うん、前なんか、はい、マップの採取できるものってなんか、うん、あったね。あ、はい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 、あったじゃないですか。うん、あそこらへんやっぱちょっと時間がもったいないと思って、うん、そこらへんちょっと裏でやっておきました。ああ、なるほど。はい、これが出来上がったものですみたいな。そうですそうです。サクサク動画、3分間クッキング的な。うん、神もな、歌詞のブーメランでしたけど。あ、ほんとや、ブーメラン。歌詞のブーメランにして。あ、ほんとや。はい、まあこの辺、とんがり帽子とかも買って。ちょっと値段高かったもんね、ブーメラン。そうですね。そうなんですよ。え、ちょっと待って、今お金。何？お金1300もある。そう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 。お金いっぱいもらった。あ、そうなんや。休んで、うん、しばきに行こうか。そうやね、どれぐらい強くなったのか。いたずらデビルをしばきに行く。朝まで眠る。普通のことだよ、その。間違いない。マジで行こう。
あれこの橋じゃないよね、壊れてたの。これじゃないですね。ねえ、まっすぐの橋。さすがに裏でボスは倒さないですよ、僕は。そうか。あ、ちょっと、あ、牛あれ左側みたいな。牛っすね。あ、普通の敵じゃない。ミックスとかちょっと倒そうぜ。ちょっと強くなったんですよ。相変わらずやな。ピンか。あ、そうそう、今ね、ちょうどゾーンに入ってるんで。なるほど。めちゃんこ強い。あ、そう。HP も結構上がってる。連携できるんですよ。おー。あー、すげえ。見たい、見たい。見るでしょ？うん。シャドウアタック。シャドウアタックいきますよ。うん。どんなんだろう。お。解き放った。おお、なんかかっこいいぞ。うん。ほらー、やってから後ろから。おお、すげえ。おお、どんどん。おお、すげえ。あ、2発入るんだ。強いんすよ。ええー、すげえかっこいい。でこれすると、うん、ゾーンが溶けちゃうんで。あ、そうなの。ゾーンの終わりだけで、うん、やった方がいいっすね。ああ、なるほど。はい、ああ、そういうことか。いつ終わるかは分かるの？分かんないです。分かんないです。あ、じゃあもうかけ。この辺じゃね？あ、なるほど。待ちすぎると、うん、終わっちゃうんで。ああ、そういうことだよね。その辺の駆け引きが。だいたい、そうだね、感覚的に。あっ、こいつはなんだっけ。これ、誘う通りしてくるやつ。あ、そっかそっか。サターンデビルやったっけ。びっくりサターン。びっくりサターン。びっくりサターン。サターンデビルってなんか、あれね、一旦、一旦、格上から下に下がる。デビルサタンの上。うん、そうだね。お、お、また上がった？上がりましたね。お、10。二桁台に入ったね。オッケー。新しい呪文覚えた。お、何？あ、ジバリア。何それ。お、火炎陣。何これ？火炎陣を覚えた。これもゾーンになった時に使えるよね。そうですね。お、めっちゃあるやん。結構溜まってるから。はいはい。でもね、負けたらいいやろね。そうなんですよ。でも紙、これなんか盗むかなんかでしたね。あ、盗むね。これは絶対いると思うんで。なるほど。まあ、こいつだけが使える技っぽいもんね。そうですね。うん、さ、うーん、あー、なるほどね。常時素早さプラス30とか超強いじゃないですか。めちゃめちゃ速いんじゃない、ね、当たらへんのよ、敵の攻撃。あ、素早さは、あの、回避率、あ、回避率は違うかな。回避率は、行動の速さですね。違うか。ブーメラン、何がいいんだろう。ちょっとまたググっときます。そうだね。何がいいのか。ドラクエ8だと、うん、最終的に全部開くことができなかったんですよ。あ、マジで。ああ、そうだよね。そうなの。が足りんって。そう。全部解放するの100必要で、うん、そう、400必要なんですけど、うん、普通にレベル99だと350までしかいかないんですよ。あ、そうなんや。なんか種が伏せないかんだよね。そう、っていうのがあったんで、うん、まあちょっと様子見ながら。なるほどね。っていうのかな。わかりやすいな。おお、ちょっと早ない出てくる。本当っすね。じゃ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 ーんってやっぱそうですね。じゃじゃ効くですね。じゃじゃ効く。滑ってますね。本当だね。知ってますからね。リアクション薄いですわ。うん、そのくだり知ってるっていう。なんだ、どうなめきな、生意気な奴らめ。お、やっぱ戦うんだ。まあ、ちょいと揉んでやりましょうか。そうだね。ジバリア使ったことないんで、これ使ってみますか。何、うん、なんだろう。アニキズ知らないんじゃない、ジバリア。知らん。え、何が起こった。なんか仕掛けた。ジバリアは、うん、あれ、お、なんか起こったぞ。あ、後から出てくるの。なんかダメージ食らった時にもう一丁みたいなこと。それ種族性の魔法者の敵みたいにして行動時に爆発するって書いてあるもんね。あ、こいつは行動しようとすると爆発するってこと。あ、なるほど。ああ、あ、ダズラデビルは。なるほどなるほど。ねえ、あれギラ覚えとるやん。あ、あ、ほんで1回だけなの、ジバリアは。いや、今2回出てきました。2回目出てきました。あ、ほんでほんで。あ、これめっちゃ強いやん。めっちゃ強いやん。続きはね。あ、回復した。もうホイミ使っとるもん。え、ジバリアいいやん。あ、なんか、もう3回か。へぇ、なるほど。でも30ぐらい食らうというか、結構、うん、ありっすよね。強いね。ジバリカーとかじゃないの。なんか、普通の直接ダメージのジバリカとかもある、うん、あ、そうなんだ。僕、ジバリアを初めて見ましたね。新しい区、追加された。今までのドラクエにあったのかな。
テンをそんなにやってないんで。ああそうなんだ。星空にもないですね。結構強いな。強いっすね。ジバリアでやっつけた。めっちゃ強えやん、ね、お, お、結構もらえた。ボスとは思えない弱さ。なんてこった、オイラの方がぶったまげた。あー、そして消えた。消えた。お疲れ。お、旅人さん、治った。あ、ね、もう治った。ワンコロ、ワンじゃない、オウ。もう身に染みとるやん。君の生活が。え、てこって結構長い間犬やったんかな。あー、かもしれないですね。かもしんないです ね。ありがとうなんて言葉だけじゃ俺の気が済まねえだろ。手伝えることか。あの魔物が壊しちゃった。あー、なるほど。それで先に進めるようになるってことか。お安いご用だべ。うーん、これのおっさんに名前を。1日で直すとしたらすげえ仕事早いな、これ。そうですね。うん。突貫工事じゃねえか。やあやあ、お待たせしてしまんかったか。お、バッチリ直した。前の何倍も頑丈。素晴らしい。うん、すげえな、これどうやって一人でやんの。ほんとだよね。だって身長が全然高いね。絶対何かしらの魔法使いですだよね。木の根に近づいたら、俺は犬なの。ああ。あれはよく考えたら、命の大樹の導きに間違いねえ、うん、命の大樹の導きだ。大樹の導きは、俺が子供の頃から今は亡きじいさんから、から取れただ。なんだそれ。世界の真ん中に浮いてる大きな木。浮いてる、あれは命の大樹、世界樹のことでしょうね、きっと。そっか。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を宿し、世界の調和を保つと言われると神木だな。なんか石の村にもありましたもんね。なんかこれが、うん、これが巻きついてる木がありましたね。 あったね。入り口のところに、うんうんうん、これが今回の多分木になっていく。なるほど。こういう感じですね。あのね、選ばれし者だけに大樹の意志を伝える。我らの爺様は不思議な奇跡を大樹の導きそう呼んでいたが、ダハ、俺がいくら根っこに話しかけても何も起きなかった。爺様の滅ばしだと今の今まで忘れたぐらいだった。兄ちゃん、あんた命の大事に愛されてるんだな。髪の毛もサラサラ関係ないし。髪の毛のサラサラぐらいは関係ないのキューティクルは。いいトリートメント紹介しようかみたいな。そうですね。それがこちらですね。ね、今回ももう一個。もう渡ったのかな、これ。あいつの魔法に。え、そうか。あ、違う、あいつは商人だ。あ、別人か。ね。